人生そのものです。試し引き。ダメだよ、言っちゃう。言うダメダメダメ。あれいいじゃないですか、別に。だって、もう普通になんか。貧困法制。いや、これも生かしですから、ね。いやいや、勘弁してくださいよ。大丈夫です。まず、はい。なんか、まあ、ボトムズアップギターズって、まあ、昔から僕、いろいろ雑誌とか、本とかで見てたんですけどね。うん、なんで PRS をこう、メインの主軸にしようって思ったのかっていうのをちょっと改めて聞いてもいいですか？もちろん。ポール・リード・スミスで PRS じゃないですか。うん、まあ、人の名前なんですよね。うん、で、端的に言うと、昔バンドマンだったんで、はい、そのバンドで使う、うん、機能が、うん、高機能なギター、うん、機能美のあるギター、うん、っていう時にたどり着いたギターが PRS だったっていう。なるほど、うん、弾くため、ライブをするため。そこで惚れ込んだんですね。そうです。なるほど、うん、そっからこう自分で買った、うん、最初買ったのってどんなやつなんですか？カスタムですよ。カスタム、うん、だからカスタム24チェリーサンバースト。もう中古のボロボロのやつですよ。うん、初めて見たの？初めて見たのは、まあ、自分の田舎の先輩バンドが使ってたんで、熊本。熊本か。うん。なるほど。それとか、まあもう当時は雑誌とかにも出てたので、ああ、すでにもう。ね、インターネットもない、何もない時代で、もう雑誌か、生で見るか、しかなかったから。ただそういう、リアルを見れるっていうのがあったから、多分、うん、あともう一つだけどうしても伝えたいことが、ギターメンテナンスブックみたいな、はい、うん、あれのなんかこう完全版みたいなやつに、うん、すごくこの機能が特集されてて、まあ、その著者であった方ともこの業界に入ってこう、うんうん、関係を持つことができたし、うん、まあ、そのだから本当にガキの頃の憧れの延長上にずっといるっていうのはある。で、持ってみて、やっぱこれはすごいギターだと、うんうんうん。それから結構いろいろ増えていくんですか？うん、増えました、増えました。何本ぐらい買うんですか？そっから当然ね、まあ、うん、一部の人は知ってると思いますけど、僕はこの会社を始める前は楽器業界じゃなくて、うん、普通に一般企業に勤めてたので、ブランクもあるんですけど、まあ、バンド活動やって普通に一般企業のサラリーマンやって、うん、で、まあ、海外で楽器買い集めたりとか、はい、日本で買ったりとかして、うん、いろいろあって自分で起業して、うん、まあ、ボトムズアップみたいなやつやってるんですけど、うん、本数を言うとちょっとP 入れてもらいたいけれども、まあ、うん、正直に言うとやっぱり50本はくだらないかな。50本っすよ、うん、所有している。50本、うん、所有している現在も、はい、どこを言ってる、増え続けて離婚されるかもしれない本人は知らないか、まあ、仕事ですから、まあ、うん、ね、うん、はい、そこまで惚れ込んだと。はい、うん、なるほど。その中で
いや、印象残ってるギターとかあります？あ、あります、あります、うん、たくさんありますけども、うん、自分でその本当に買いたくて、うん、でも手に入らなくてというのは、もうこの仕事始めてからっていうのは、輸入されてくるときにもう商談会で自分が買い付けることができるわけなんだけれども、はい、うん、買えなくて、うん、渋谷の石橋楽器に買いに行った自分が欲しくて、 あれボトムズアップのシエラさんですよね。いやいや、全然もう石橋楽器さんでも買った、黒沢楽器さんでも、池部楽器さんでも買った、その他いろんな楽器店で、うん、あ、仕入れだと思われてると思うけど全部俺が持ってるから、うん、俺は自分で買ってきたら売らないので、好きなんだもん、しょうがないじゃん、ね、はぁ、言いたくなかったなぁ、このいいじゃないですか。で、ご賞大事にしたかったのそれで、はいはい、あの、まあ、こうやってね、惚れ込んだ PRS ですけど、まあ、PRS 持ってない人もいるだろうし、うん、まあ、PRS 別に興味ないなっていう人もいっぱいいると思うんですよ。まあ、そういう人たちにちょっとこう、PRS の魅力というか、うん、さっき今ちらっと挙げていただいたと思うんですけど、まあ、まあ、いっぱいあると思うんですけど、うん、3つぐらいにちょっと絞って、30は語れる。長い長い。尺長い。すね。うん。いや、でも、間違いなく、俺が言えるのは、はい、さっき言った通り、機能美。機能美。ファンクション。ね、ファンクション。ギターとしてのその、仕様に、すごくギュッと詰め込まれてる。まあ、どうしても僕、そのライブユースを意識しちゃうんで、その、使い勝手の良さとか、機能美。うん、とはいえ、ポール・リードが人気がある理由って他にも多分お気づきの通り、はい、もうみんなもね、見ての通り、うん、美しい、うん、綺麗ですね、うんうん、世界最高峰の木材を調達できる能力、うん、その木材を生かしたギター作りをしてるっていう、もうこれは譲れないブランドの魅力。だから、まあ、機能美とルックス、うん、その 木フェチ、ね、木材、もう木フェチにはたまらん、たまらん。それから、うん、なんでこんなにポール・リード・スミスを熱く語れるかっていうと、まあ、端的に言うとカタログ外の、うんうん、まあ、隠れキャラみたいな、うんうん、ちょっとくすぐられるモデルが時々出るんですよ。まあ、そうですね。そうそうそう。だからレアキャラを、うん、ただ色が違うだけとかではない、ただメープルじゃない、なんか違う木材が使われてる、なんか違うインデーが使われてるみたいな、うん、厚みが違うみたいな、オタッキーなところまで含めて、うんうんうん、それがこうスポットでポロッと出る、それを見つける楽しみなんだこれはまあね、機能美だったりとか、うん、まあ、そのルックスっていうのは、まあ、ミュージシャンもこうね、うん、あの結構こだわる部分かなと思うんですけど、うん、まあ、3つ目はちょっとこうかなりマニアですね。マニアス、うん、でもウーバーワールドのアキラくんが使ってる、はい、うん、カスタム24コリーナっていう、うん、ジャパンリミテッド、かっこいいですよね、あのブルーシーみたいな、そう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 、あれ、はい、あれなんかはもうネックもコリーナ、ボディもコリーナ、めっちゃ珍しい、そう、作られてないから、あ、もういつもあれ探してくださいって連絡あるんだけど、なかなか見つからない、まあ、そういうものを探す楽しみもあるんで、うん、だからやっぱりこう、まあ、一本その中で選ぶっていうわけじゃないですけど、うん、まあ、好きなギターっていうと、そのリミテッドエディション的なやつだったりとか、うん、そのレアワンオフ的に作られたやつっていうのがやっぱり上がるわけですかね、うん、個人的にはそうだけれども、うん、みんなが手に入れられるわけではないので、そうですね、どうしてもそのね、上流からこう下流にこう裾野が広がっていくっていうところを考えると、自分でも、うん、レギュラーカタログラインナップで欲しい、好き、うん、人に伝えたい、うん、みたいなものは、レギュラーモデルで何かおすすめしたり、まあ、いいなって思う印象のこと、いい質問だなこれついついね、こうね、脇道に添えちゃう、レアをおすすめされても僕らね、手に入れられないですからね、そうなんだよね、うん、うーんとね、こんだけ見てきた人がこうおすすめするんだから、ちょっとこうみんなチェックね、する、なんか参考になるんじゃないですか、やっぱり。うん。完成されてる。ポール・リード・スミスのラインナップってこう、すごくこう、変動があるんだけども、長い歴史の中で生き残ってて、現行モデルで探せば手に入って、
満足がいくギターっていうと、強いてあげれば、我慢して他のモデルの魅力をぐっと封印して言えば、うん、カスタム22かな、22フレットのカスタム、うんうん、がやっぱり個人の意見ですよ、うんうん、割となんかドセンターな感じがするモデルでなんですけどね、うんうんうん、そもそもポールリードっていうのはそのカスタムっていうのはちょっと入れなんていうか上位機種、うん、そうそう詳しいですね、っていうことなんですよね。そうなんです、もともとは、うん、マホガニで、ね、その今みたいにこうトップとバックが貼られてない、はいはい、もうバンと1枚の、でもそれもすごいことなんですよ、ワンピースボディだから。マホガニのワンピースボディにマホガニネックで、当時は当然ホンジュラスマホガニのボディネックで、ハカランダのフィンガーボードで、はい、っていうのが最初の PRS なんですよ。これね、この本にもそうそうそう、これボトムズアップのギターだらけなんですけどこれちょっと、まあ、揉めるな、それまあまあしょうがない、何年前だろうな、でもだからこれ ね、初期の頃のこういうプリファクトリーの時期っていうのはこうマホトップのものが多い。プリファクトリーっていうのは85年以前の84年とか70年代とかがプリファクトリーなんです、うんうん、95年にあの工場移転する前のものをプリファクトリーって書いてるところがあるんですけど、それはちょっと申し訳ないんですけど間違ってて、うんうん、そうプリファクトリーといえばこの時代ですね。なるほど、うん、この辺ですよね、はい、この属イヤーがついてたりする、うん、このヘッドもすごく特徴的ですよね。そうですね、他にないですよね、うん、っていうかそこに、はい、あるじゃないですか、なんか俺には見えないこれは何出しちゃいけない、困ってる次の話題に行ってもらっていいですかこれなんか僕には見えるんですけど、幻ですかね、これ ペケでお願いしますまあこれを語るのも全部モザイクじゃないですか。あ、そうですか、そうですか次の話題に行きましょう。まあ、OK、まあ、これこれが進化したっていうか、まあここからここを源流にし、うんうんうん、こういうのに行ってね、え、これがまあ正当な、なんて言うんでしょう、あの一番こうベーシックにあるそういうですモデルということですね、うん、でこれ何年製なんですか。これは87年ですね。これね、オープニングでも弾いてるギターですけど、はい、うん、87年ザ・ PRS、うん、PRS、 そうそう、スタンダードじゃないですね、魔法ザ・PRS、 魔法ワンピー、そうです、魔法ガニワンピースボディ、うん、だからそのポール・リード・スミスさんってその何でしょう、そのあれですよね、レスポールジュニアだったりとか、うんうん、そうそうそう、そういうの作りたかったんですよね。スペシャルとかね、うん、そうなんですよ。でここに、まあ、アーチがついたり、うんうん、ここに至ってハンバッグが乗ってたり、そういうところの、うん、まあその新、あの、まあ、ベーシックなそのギブソンの古い板をこう進化させてって、まあどれもね、フェンダーのこう、ね、シンクロナイズのも採用し、まあね、僕ら的にはそのギブソンとフェンダーの中間だっていうような印象が一番でかいと思うんですけれども、こういうところに至ったと、うんうん、でこれがやっぱり機能美、うん、そうですよね、だってもう美しくないですか、うん、このアーチね、やっぱここに惹かれますよ ね、確かにね、これなんかね割とこう昔のあのなんて言うんでしょう、モデルらしいこの、うんうん、なんていうんですか、丸みを帯びたパーツだったりとか、はい、こうマニア心がくすぐられる感じなんですかね、うん、この辺がね。そうなんですよ、うん、なんかいろいろちょっと細々もこういうなんかスイートスイッチでしたっけ、うん、これスイートスイッチ、こういうのも今ないですか。今はもうないですね、うん、本当にこれコンデンサーが変わる。そうです、まあコンデンサーが変わるというか、ここにそういうコンデンサーが入ってて、それをオンにする、うん、トーンがないので、あ、なるほど、あ、そこそこトーンないんだ、ピックアップセレクター、これロータリーすね、そうで、ここでいじるっていうね、うん、でなんかちょっとフェーズアウトしたような音が出たりとかね、そうそうそう、ロータリースイッチっていうのも結構革新的な感じがありますよね。そうなんですよ、ライブでは使いにくいけど、うん、いやこれがいいんだよこれ。あ、そうなんですかあ、そうそう、さっき重浦さんパッて弾いてたの割とパッて、その4、
そう2、3とかいける俺には無理ハードルが高い女の方がいいみたいなそうなんですよね。いやでも通ハムでさ、うん、ハーフトーンが一発で出るとかね、うん、こうハンバッカーと行き来できるとかっていうのがもうたまらなかったの。なるほど、うん、それがこそ昨日みたい。そうだってハムシングルハムでも、うん、センターピックアップ邪魔だなみたいなガチガチって切り替えて、うん、カッティングしてたら他のとこ行っちゃうみたいな、うん、セレクターが、うん、それをこいつが解決してくれた、うん、こいつが解決してくれた、ね、そのまあ扱いまあ扱いやすいとは言えないと思うんですけど それをこう乗りこなす楽しみというか。そうですね、もあると。はい、うん、まあ、こういうギターを作るのっていうのはやっぱりこうねバランスも取れてるし、ロックス的なバランスも取れてるし、うまいそのなんて言うんでしょうね、そんなにあるこのトラディショナルギターのいいとこ、こう融合バランスよく融合できるって結構センスがいるんだろうなと思うんですけど、そのポール・リード・スミスね、うん、本人、はいはい、結構もう何回も会って、もちろん結構ねそのお家にも行ってとか、はい、うん、そんな感じだと思います。どんな方なんですか。まあこれもね一言で言え的な振りだと思うんで、うん、自分から言えばもう一言で言えば天才。天才、何の天才っていうのがあって、まず技術の天才だし、うん、こういう衣装って服じゃなくて、うん、デザインとかいろんなそっちの方の衣装、ちょっと店舗で出してください、難しい衣装ね、はいはい、の天才でしょ、うん、で営業の天才、うんうん、自分自身がもうセールスディレクターで各国を駆け巡ってこの会社をここまで大きくしたっていう、僕もまあ実業家じゃねえか、実業家か、まあそういう人間というかそういう属性だから憧れるわけですよ、うん、この美しい機能美を持った美しいギターを作って、かつそれを世界中に広めた人、うん、で知識が半端ないでしょ、うん、ありとあらゆる知識が、うん、ギターに関してものづくりの知識がある、うん、で営業もやってきてる、うん、会社の経営もやってきて会社も大きくしたわけだから、やっぱり会社を率いてる身としては全ての憧れ成分が詰まってる人ですよね。ただし、うん、本人はちょっとヤバいやつかな。ちょっとヤバい、ヤバいっていうのはどういうところ、すいませんやつとか言っちゃってすいませんそのヤバいやつっていうのはどういうところでこうなんか見えてきたんですか。あまりにも自分のビジョンを持ってる、うん、ああ明確に、うん、それを再現しようとした時に当然一人じゃなくてチームでやるわけじゃないですか、うん、そうですね、それは社員だったりとか取引先だったりとか、そういう人たちとのその連携を取るにあたってあの人があまりにも天才すぎるので、うん、やっぱりそこに僕には見えるこう歪みが生じてる時があって、それはやっぱりどうしてもほら空気が凍るってこともあるんですけど、それピリピリ感が出ちゃってるとかっていう、なんかジョブズ的な感じもあるんです、ね、めちゃめちゃピリピリ出てますね、そういうところはある。とにかく頭が切れるっていう意味でのキレキャラだし、まあなんか気に食わないことがあったらドンっていうキレキャラ、それはビジョンが明確だから、もしかしたらそれをみんなとその瞬間にね、瞬間が難しいんだけども、うん、共有できない、まあ、歯がゆさなのかもしれないけれども、うん、見ててそれはあ、機嫌悪くなってきたなって感じる。なるほど、うん、幾度となく食事もしたし、うん、例えば僕なんかもう押しかけ女房みたいなもんでアメリカまでバーン行っちゃって、うん、で今日なんかこういう理由で来てるんだみたいなのバーって会話して、あの人も忙しい人だから、うん、その場ではそれで済むけど、うん、でもちゃんとやっぱりそこにはなんて言えばいいんだろう、 言葉選ぶな、お返しをしてくれるっていうか、わざわざ来てくれたんだからって言って時間を作ってくれて、うん、ディナーに一緒に行ったりして、うん、でもどうだろう、うん、メリハリはある人かもしれない、うん、ある意味で常にオン、常に研究熱心でいろんなことを研究してるけど、その難しいな、オンとオフとは違う、そのメリハリはちゃんとつけるっていうか、うん、すごくアメリカンっていう感じよりは、うん、こういう言い方するとちょっと正しい表現じゃないかもしれないけど、日本人的なその繊細なものに対する、うん、ことに対する細やかさがある、うんうん、そういう人ですよ。魅力的な人なんでしょうね。魅力的な人。うん。
まあ、そういうところもそのなんていうの、その制作してるその本人自体にもそののパーソナリティにも魅力を感じての方なんでしょうね、うん、そうっすね、うん、やっぱついていきたいっていう人が作り上げたそのブランド力だったり会社の規模だったり、誰が作ってるって結構重要ですよね、うん、なるほど、うん、まあこれいつまでねこれ聞いていけばいいか分かんないけど、まあちょっとこのぐらいに今回はしといて、はい、まあちょっと締めていただくという、まあ今後、まあ、ボトムズアップどんな感じで、まあ、ボール・リード・スミスとまた付き合っていくかとか、うん、まあこんなことを望むとか、はい、何か今後の未来をちょっと語っていただき、ね、今年2018年の、まあ、6月にもボール・リード・スミスの本社工場アメリカ・メリーランド州までわざわざ行って、選定してきたギターも入荷してますし、うん、それからプライベートストックの製作オーダーの方も進行中でいろいろ作ってると、それから10月の、イベントがあります。エクスペリエンス PRS ってうち出るんですよ。ああそうです、うん、エクスペリエンス PRS in Japan が TFT ホールであるのに、まあ、ボトムズアップとかも出展するし、うん、楽器フェア、楽器フェアがね、あのそう、ビッグサイトであって、うん、で向かい側の TFT ホールでエクスペリエンス PRS in Japan があるということで、あのポール・リード・スミスさんも来られるので、うんうん、まあ、あの興味がある方やね、ファンの方はぜひ来ていただきたいなと。うちも出てますんで、うん、はい、そういうことで PRS もまだまだこれから目が離せないと。なるほど、はい、はい、今年の冬も楽しいですよじゃあちょっといろいろ楽しみにしてますんで、はい、また今後ともいろいろ楽しいギター紹介してください。こちらこそです。はい、ということで今日はそんな感じで語っていただきました。はい、今後も試し弾きをよろしく、あ、試し弾きとボトムズアップギターズをよろしくお願いします。ありがとうございます。では、はい、ではなんか重厚な感じで終わりです。では、ではどんなまあ、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。こんな終わり。